お疲れちゃんです。ラットです。今日はですねこちら、さあ出ました、エリクセン平均コストあと 7.5 のね、すげえイカチーデッキで、どんだけ勝てんのかね、ちょっとやっていこうかなと思います。というのも、こちらはですね、今のね現段階のクラルファにおいて一番重いデッキですね。はい、もうとりあえずクラルファの中でとりあえずコストですね、はい、コスト多いやつをぶっ込みました。なんで7以上かな、はい、7以上で、組めました。で、勝てるか分かんないんですけど、なんか何勝ぐらいいけるだろうな、ね、ちょっと皆さんもね予想してみてください。というわけで今日はこちらで、ね、やっていきたいと思います。ちょっとねゼロからいきます。普通に最悪のパターンがゼロで3連敗です。はい、でもそれだけはちょっと避けたいよねっていうのはねありながら、これラバいるって感じでね、これラバのラバの光栄 LJ とかになっちゃうからね。てかなんなら2枚ぐらいしか出せないのか、俺1枚出したらもうね基本的にはステイになるっていうね、やばいよね。さあ相手普通のロイだな、これやばいな。これめあーチェック、まあメガゴとか来たらさハゲちゃうよね。三重子でしか相手のメガゴとか倒せないっていうね。さあどうしようかなこれマジでこれやばくない？ちょ待って、これ勝てねえな、これ絶対無理でしょこれ。ちょっと待って、焦る、さすがに焦る。これどうしようかな、一旦ケツエレジャーぐらいいくか。さあマジで1枚1枚重すぎるんで、1枚出した後は何も出せないんだよね。スペルもないんでね、相手のユニットどうにもできないんですけど、まあなんかええ感じにならんかな。さあ、いやこれ親衛隊さエレジャーの前につけたら相手がさあれだよね、トリトンでエレジャー引っこ抜くとかができなくなるからさ、いやーアチャクイが強すぎるだろ。ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、待ってや、待ってや、やってくれや親衛隊。いやでも意外と、意外と入る。さあ、あれ来たら、踏みたかったんですけど、まあ、これ低めで踏んじゃうか。よいしょ。さあ、で、圧着衣の透明化もね、はい、切れてくると。いや、あるんじゃない？いや、これ勝てたら普通に熱いけどな。さあ、相手は、ロイの圧着衣と、他がまだ出てないんでわかんないんですけど、うわー、あ、でもこれ金魚できない。あっちー。あっちー。おい、やめろよ、お前。おい、ボケイ。いや、待てよ。このデッキ、金起動は、激痛っすね。だって、ゴレ、ペッカ、エリジャイ、メガナイトしかいないんだから。いやー、これ、ラバさ、でも、圧着衣しか今んとこ出てないんだよな。ワンチャンのか。さあ、ペッカでいいか。ペッカ三重子と、エリジャイ三重子と、ペッカエリジャイと、いろいろ組もうと思えば組めるんだけど、さあ、パターンがちょっと多すぎるな。で、これやべえ。ファイボだったら、ハゲます。いやー、ライトでもハゲる。いやー、でもいいよ。でもいいぞ。これさ、あるあるある。相手もまさかこんなデッキだとは思ってない。しかもトリトン使った。あ、ペッカ頑張れ、ペッカ頑張れ。さあ、しかも、バーバーがいることによってトリトンでも引っ張りにくいよ。あれ？なんか、普通に勝ってそうな。いや、気もするけど、これトリトンで引っ張られたらめんどくさいんで、これメガナイトもね、足していきます。いやー、ケーキ。いや、これ勝ったんじゃね？勝ったよな、間違いなく。よし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 。あっち。よしよし、ゴレゴレ。金もこのデッキ、ちょっと待って。いや、このデッキやばいな。このデッキやばいな。今回ね、助かったね。なんか相手が、対空これ圧着しかいなかったんだよね。そう、なんかメガゴとかさ、あとは、なんだろうね、マザネクとかいると、ちょっと話は変わったけど、言うて舞台になるユニットもそんないないっていうね。いや、なんかもう火力でなんとかなるのかもしんない。さ、ちょっとどんどん行きましょう。さあ、ルーベンと書いてますが、これは、間違いなく偽物でしょう。さすがに本物ではないでしょう。なんか、E の上に点あるしな。さあ、ペッカで行こうか。LHI の方が良かったかな、なんか。逆サイ来たらマジ。なんもできない。いや、タルブ、うわ、マジか。いや、でもこれは、もうね、許容という名の無視ですね。で、LHI の後ろに、じゃあペッカの前に LHI なのか、ペッカの後ろに LHI なのか、これどっちなんだろうね。さあ、相手からしたら、もうびっくり。こいつは何をやってんだってある。さあ、ペッカエリジャイ。いけ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 。お願い。やめて。うわぁ、もうそのね、檻とかやべえ。ガチキチ。ペッカ殴れ。ペッカ殴れ。オッケー、あち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 。ペッカ殴れ。あら、マジであれ、あれぐらい？いやぁ、端前死んで圧かけます。これだって、圧着衣も、タルスケラして、圧着衣使って、コストはないんですよ。間違いなくないんですよ、これ。いやぁ、ナイトでこれでも限界なんで、あのアイウィズを、ボコボコにやってくれ。オッケーオッケー。端前チンパンしてるだけなんだけど、これが意外といい。しかも、支援隊？いや、支援隊、タワーを殴れ。
いやー、落として嬉しかったって。ちょっと待ってくれ、80ですって。ちょっと待ってくれよ、なんで80残るんだよ。おいおいおい、80、あ、でもラーバーで削れるっすね。皆さん知ってますか、遅延スケラーなのかな、この人は。まあベビドラの枠は着衣とかにしたのかな、わかんないですけど、まあ、もし遅延スケラーだったとして、遅延スケラーってねラーバーきついんすよ。いや、なんでラーバーでね形組んじゃえばみたいな。ラーバーしかいねえけど。いや待ってよ、これ踏んでちょっと延命したいよな。いやでも入ってんの熱っ、マジで。あとはペッカク地味にきついみたいなのがあるんでね、相手。いや、アイスウィズもきついけど、これ1本とりあえず折ってくれ。1本折ってくれたら、オッケー、ラバがタワー行けばいいんだよ。ラバがタワー行けば、よし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 。これで、ある程度追いついたでしょ。よし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 。最終手段、ラバ削り。よしよしよし。で、ここ今スケラ使ってて、攻めてこれないと。で、ポイズン系使ったらさ、みたいなとこあるんだけど、どうしようかな。相手はポイズン系使わないしな。いや、あれ、マジでライトニング欲しいな。相手もなんか低めでめっちゃ受けてくるようになったね、急に。急にさ、真面目じゃん、戦い方。あと、メガネとか取っとかないとやばかったかもしんないね。あれ、どうする？あれ、どうする？あ、でもこれ、意外とある。いや、メガネとか、いやー、いかないか。いや、これは悩んだっすね。いろいろ。もう今、スケラ打たれるだけでやばいからな。ぶっちゃけ。一旦、ババコ屋で落ち着いていこう。オッケーオッケー。いやー、まあ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 、耐えれるよな。耐えれるよな。ファイブ使った。ファイブ使ったけど、なんもできん。ちょっと待ってよ。エリシャイだな。いや、相手これ、エリシャイきついぞ。ペッカもきついぞ。いや、あるぞ。ラバエリシャイ来た、俺がプライベートでちょっと使ってたやつや。いや、ペッカがちょっと悩んだけど、メガナイトのこの圧も強そう。さあ、早くパピーになって。いや、エリシャイで足首溶かして。いや、マジでありそうなんだよな。ありそうなんだけどね。いや、でもいい。トルネード使いました。あと、ゴレいる？これ。ちょっと待ってよ。ゴレだけは絶対いらねえな。やべ。いやー、マスク行きよ。オーケー。行きた。行きたね。トルネードさよならするね。まだ右もちょっとこれ狙っていけるよな。なんなら単体ペッカぐらいで攻めていきたい。いや、あるんじゃない？檻を使わないといけない。まあほんと2000円これ絶対削られちゃうんだよね。間違いなく。これ2000円これ守れないんだよね。ふぅ。これさてはやばいな。勝てる未来が見えんくなってきた。さあ。まあユニット貯めて、メガナイトで踏みたいよね。なんか来たら。あとは三種とかもちょっと展開しながらね。いや、この三種展開熱いな。相手もスケラこれ入んねえだろ。誰メガナイトで踏んで。いや、マジで悪くない？いやー、いいファイブや。いいファイブだけど、マジである。いや、もう意味わからんけど。いや、ゴレの方が良かったかな、これ。まあ、ゴレの方が良かった気もしないことはないけど。うん、ミスってる。そう、ミスってる。真ん中これ。いけ。もうスケラ来ないこと祈るしかない。来たら終わる。くんな。いけ。ゴレ入れない。これ。おう、しかも、なんか、たまたま。三種出して、スケラ警戒して、ゴール入ってる。でか。相手、ごぼうり5個ぐらいないと止まんねえって言われ。あげ。ふう。いやー、これやばくない？トルネファイも持ってるからね、相手しかも。スケラ受けマジでねえんだよな。いやー、でも勝てたね。よし。いや、意外といい。もうそれでもなんか壁を感じてきたね。そろそろやばい気がしてきた。よろしく。なんか絶望的なのはね、やっぱロケット砲士とか、後ろのユニットやだよね。これどうする？おい、君もラバか。同じだね。俺これどの相手にでも言えれば、同じやんけ、俺と。いろんなデッキになれるな。騙せるのはいいけどね。騙せたところで、勝てないんだよね、このデッキは。ただ騙すだけっていう。おい、空ユニットどうすんだよ、あれ。ちょっと待ってくれよ。あの空やばいだろ。さあ、いや、三種が。おい、なんでファイボなんだよ、しかも。やめてくれよ。やばい。なんも出せん。待って、バルーンだったらガチで終わるな。
いやでもなんかいい、ミリ残りめっちゃ頑張ってんな。墓石さん行ったから橋前ペッカとか行きたいけどな、多分ダメなんだよな。エレジャイ、エレジャイもでも相手のソロユニット溶かすのめっちゃ重要なカードなんだよな。いやこれでも普通に考えたら相手も止まんないんだよね。まあでも相手の空がえぐいんで、これさあれもう攻めるしかないって。うん、まあ墓石がさっきあったけど、マジ11、一旦11にしよう。ラファ全無視しても落ちないんじゃない。じゃあエレジャイとメガネともっと頑張ってくれ。いやーこれマジで無理なんでね、これマジで無理ゲーなんですよ。でもワンちゃんの希望があって、ペッカでメガゴを歩かせて、しかも墓石咲いたんですよ今。墓石咲いて、待ってワンチャンある、あのホーム、あーやべえの来た、やべえの来た、ちょっと待ってよこれ、これもやばい、これやばいな。あ、受けれねえな、あれが。新兵隊で受けよう。新兵隊で受ける。もうこれ受けれてんのかすらもう際どいけどね。よし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 。意外と戦えてるぞ。いや、ハイボだったのかな。つれえな。普通にホバとか嫌だしな。いや、今回に限ったゴレだな。ゴレエリジェイメガナイトで1本折れるんですよ。で、ファイボ雪だったからな。この2300守れないんですよね、僕。マジで。でもエレジャイで相手のホバとかを溶かしに行きます。で真ん中墓石とかに対してなんかいろいろやっていきたいんだけど、いやこれね、よしいいよ。あのホバはエレジャイでさよならして、いやーいやあるんじゃない、スケルトン部隊もでもいたもんな、ワンチャンないこれ。うわバルン来た、うわタイミングやばいかも。いやでも相手もこれ5雪来ないで、5雪来なかったら勝てる、もう絶対来るよな。いや相手のAM次第、いやこの3種のエム次第、マジだろマジだろマジだろ、え歩く、おうわー惜しい、ちょっと待って今、いやバルの爆破が際だったかな、ワンチャン耐えれてたよね。いやーそらきちいって、いやもうちょっといけないのか。さあよろしくねと、いやさすがな、さすがにこれだって、いやもうえぐいもんな。まあこれはアドっていうことでね、相手のコウモリとかさやばいよなこれ。でも結構ラバーも意外と大事になってくる気がしたな。これラバー行ってテスラかボムなんですけど、ボムだったら別にテスラでもラバー溶けた後にこの、あーラバー溶けた後にタギがねペッカに行ってラバーパピー無双できると思ったんですよ。まあでもこれは、言っていいですね。テスラ相手使ったんで、あ、しかもあれ、トレネ使ってくれる？いや、ディガーまで使ってくれた。オッケー。これはさすがに、テスラ出せなくて、一本折れると思います。折ってくれ。うん。折ってくれ。待って、やりゴムでさ、エリジャイ守られるっていうのあんま聞かないよね。あー、トレネか。いやー、トレネードはちょっとずるいなー。ちょっとずるいなー。しかもコウモリでしょ？あ、コウモリじゃねえの、でかっ。マジアチか。まあコウモリも嫌だけどマジアチも嫌だよね。さあまあ今ダメージ的にはなんならイーブン、うん、両サイ削ってるんで俺の方がダメージ的には押してる。いやー死にたい、殴ってくれ、君マジで大事なんだよ。あとはウッドだったよね、今多分ファイボとかがないんですよね。いやーこれはやばいな、これメガナイトで受けないが正解だったのかな。もうやむね、なんかこんなデッキ使ってると今の俺が悪かったのかなみたいな変な感じなんだ。さあ一旦でも守ってもいい気がしたな、これぐらいなら。やりごぶやめろよ、落ち着け。さあまあでもどっからどう考えても相手テスラ1枚しかないんだから、後半俺が形組んだらきついやろっていう話だよね。まあラバーっすね、うん、ゴレよりはラバな気がしたな。まあ、ラバエレジャイペッカ30種ぐらいいけると熱いな。さあ、これしかもなんだ耐えれるっていう。ここあえてってトルネ使ったりね、なんかしないといけないんでね。いやさ、トルネ使った。で、ここでエレジャイかな、さすがに。で、メガナイト欲しいな。いや、でもこれペッカが地味にいい圧かけるぞ。メガナイト欲しいな。いや、テスラ2種類しちゃった。いや、でも、だがしかしみたいなとこあるよな。いや、マジでパピーゲーできてる、パピーゲーできてる、熱い熱い熱い。
さあ、メガネと飛べ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 。いやあ、無理ゲーやないか。ゴリゴリで無理や。ちょっと待ってよ。30時下に忍び込ませたらワンチャンあったのか、もしかして。いやあ、普通に弱えな、このデッキ。弱すぎんだろ。ちょっと待ってくれよ。いやあ、まあまあまあ、やるなって言われちゃうからな、これで。嬉しくねえよ、全然。あと少しなんだけどな。ちょっともう一回行こう。ライフあと一個あるんでね。さあ、いや、もうちょっといけると思うんだけどな。どうしようかな。ゴレ出すのか、ラブ出すのか、両方出さないのかがちょっと。悩むな。まあ、ババコヤ、一旦置こう。これ、相手がゴレとかだったらね、なんか美味しい気もするけど。さあ、ゴースト。いや、陸デッキはちんだよ。マジで、陸に関してはプロだからね、このデッキ。さあ、ゴースト。まあ、ゴーストの時点でもう、ペッカか、まあ、メガナイトか、みたいなとこあるんだね。いや、もう、この時点で熱いね。うん。だって、負けないでしょ、これ、俺も。多分。相手に、空飛ぶユニットいなければね。あ、オッケーオッケーオッケー。相手は、うん、ババコヤメガナイトね、ってなってると思うんですけど。違う違う違う。全然違うよ。さあ、これは熱いよ。ペッカ親衛隊メガナイト LJ ババコヤだからね。相手はこれ突破できんでしょう。さあ、メガナイト惜しくいかれてしまうものの、我にはね、親衛隊ありっきり。いきます。また早く。待って、これやばい。メガナイトも出してる。ちょっと待ってよ。普通になんか怖くなってきたな。出した方がいいよな、でも。で、マザネ君もペッカ殴ってからだね。よしよしよし。熱い熱い。いや、ラムはどうでもいい。もうなんだ、マズネクだけ溶かしてくれたら、もうあと何でもいい。マズネクだけ早く溶かしてくれ、君たち。いけ。ズシッ。ズシッ。ズシッ。オーケー。ふぅ。危ない危ない。ダメージリード取られるところでしたね。まあ問題はこっからですね。何をどう出す？やべえ、これ。世界で一番暇だ。タクがやばい。ラマ出すか、ゴル出すか、LJ 出すか、サンジュシ出すかっていうので。どれ出しても外れなんだよな。なんかもうマザネクでさ、全部舞台になるからさ、ラバー出したくなくて、エレジェイでカモにされるから、ね、エレジェイとかゴロマンも出したくなくて、みたいな。さあ、まあまあまあ、お願い、一旦耐えよう、一旦耐えよう。おい、ババ、戻ってこい。さあ、いやでも、結構ね、悪くはないと思うんだけど、いいわけでもないよね。悪くはないと思うんだよ、一生。でも、良くはねえよな、っていう。さあ、どうする、これ。何でどう受けるのが正解なんだ、あれ。いや、あれ目はメガネと踏めれない。あれだ、これ、ペッカ向けないといけないもん。あ、そっちペッカ使ったら、こっちのメガネどうすんだいっていう。どうすんだいっていう。いや、死にたいなコストもいるな、俺。ちょ、待って待って。いや、エリシャ行くか。いや、エリシャで釣ろう。いや、めっちゃいい、これ、天才や。来た来た来た、熱い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 、めっちゃ熱い、めっちゃ熱い。しかもペッカ今いない状態。ここで親衛隊で、いやラムの防衛悩むな。いや、ババコヤでいこう。いや、エレジャイなんか全然走らんな、思ったより。相手のラムが悪いのか。あ、なんか全然ピンチなんだよな。なんでだ。え、これ終わった俺。ちょっと待ってよ。これ何を出したら今よかったんだろう。ラバか。いや、全然ある、全然ある。よいしょ。危ない危ない危ない。耐える。なんとか耐えたよ。いや、もうゴルナイの HP さ、マジででかすぎてやばい。いやー、ダメージリード取った。もうこれでダメージリード取ったって喜んでいいのかもわかんないけどね。いや、あるんだよな。マジで全然ある。全然あるけど、ラムがやべえ。さっきな、ファイボ使ったタイミングとかで、三子出したいけど出せねえよな、そんな簡単に。いや、これ勝ったくね？俺さ、なんでこれで勝てないのか分かんないんだけど、これ勝ち確だよね、もう。メガナイトも残って、エリジャム残って、ラバも残って。守れないでしょ、あなた。普通の人間は守れないからね、これ。よいしょ。よしよし。しかもこれパピー出るし、この追加三重子ね。初登場。初登場じゃねえよ、ゴリゴリ。でもファイブ打ちたいかもしんないけどね。はじめ、ペッカー。これパピーが？そう、でもエレキがあるね。エレキタルババ、はい、来たー。いいね。あ、こんな、なんかこんぐらいね、決まると、ちょっと強いんじゃねえかな、ちょっとだけ思いますけど。さあ、危ねえ。まあ、さすがに雑魚デッキですね、これは。よし。いけるぞ。まだ粘れる。俺はいける。ここを突破すれば。
3分の1がある。いけるぞ。さほぐ、いやーべっか構えてないよねさすがに。さあ何ほぐだ。いやロゲホーだったら、あっべっかく。いやもうリークの時点でね相性いいね。はい来ました、勝ちました。支援隊、いや支援隊か、ここまではお付き合いみんな。相手はペッカを裂いたんだってことはゴレが刺さるだろっていう話なんだよね。よし、いやいけるぞ。さあタルババとか無視、無視というかもう無視しかできないんだよね。やめてー、あちゅくんやめて、スキル使わないで。いやこれはね、これは対応するのか俺。いやーあれに関してはね神さん重視でしばきます。テスラしばいてゴルをね刺したいよね。オッケー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 。いやナイス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 。いやロケホールんかい。まあでもロケホーいるとはいえ一本折れそうですね。さあペックホグテスラロケホーね。いやテスラとロケホーやだな。ここでもダメージ稼いとかないとやばいんだよな。うん、まあ一旦のケツラは、いやこれロケホー残るから右端だったかな。まあ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 、いや言うて、あとババコは一旦先を消せるのも結構大事かもしんないよね。さあここに対しては何を出してくる。神霊いっちゃうか。さあラバ神霊隊ね、最新戦術ございます。さあペッカで受けてくるのか。いやなんかちょっと分かってるな。まだ悪メガナイトで踏んで、いやこの逆再神霊隊もちょっと入ってほしいな。なんかねこうなってくるとワンチャンのキングとかもあるんでね。いや、間の時何だったっけ、ホグか。ちょっと待って。一旦ババコに置いて、左側踏みます。うん。圧着がちょっと嫌だけど。さあ、まあ、踏んで。オッケーオッケー、ファイボ使った。あなた俺の時三振入ってたよね。知ってるよね。さあ、からの、いや、待って、めっちゃ入ってんだけど。なんで、あっつ。さあ、ペッカでいこう。ペッカはね、腐らないですね。相手のペッカ。し、何でもいける。いやこれ勝ったな俺。なんか意外と後半入ってしまえばさ相手止まんないよねこの物量。うん、いや俺もこの相手の止まんないんだけどさ、止まんないもの同士で。さあペッカ裂いたんでエレジャイっていう、もう超シンプルな攻めをしていきます。やめてほしいよ、やべえよ、なんかやべえよこれ。絶対ロケット下まるじゃん。おはっ、あーちょっと待ってくれよ、これ真ん中メガとか行ってペッカ来たら終わるけど。いやー一回ステイ。サンデシ。クエイクファイバーでしたね。いやー、いやー、朽ちて、勝てそう。勝てそうなんだよ、俺でも。みんなわかるよね、勝てそうなんだよ、俺今。おらー、やつ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 。あつ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 、ジャンピング、ジャンピングからの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 真ん中ペッカ。いや、熱く、いやこれだってペッカの受けが相手でね、地味靴なんですよ。はい、来た。勝ちました。キング多分。いや、左ですね。よっしゃ、危ね。まあ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 。これで4勝か。ちょっとね、半分ぐらいの6勝はちょっといきたいよね。あと2勝か。ちょっといきましょう。さあ、来ました。まあ一体何に弱くて何に強いのかとかもう何もわからないんですけど。まあ、陸の方がいいね。圧倒的になんか空より陸の方が戦いやすいっていう気はした。さあ、もう1枚重いんでね。いやー、ゴレにしよう。とりあえず、ケツラバかケツゴレか、みたいなのがあって。うわぁ、やべえなー。いや、でもこれさ、相手カウンターやばない？やばいよね。やばいね。まあ、でもエレキメガゴいんのか。エレキメガゴ多分ジャイプリプリで、うわぁ。ペッカ走れ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 。エレキやばいね、エレキやべえ、なんもやべえ、プリプリやべえよ。ちょっと待って、メガゴやばいな、はげるな。え、でもペッカがさ結構熱いよな。さあ着衣だ、あれメガナイトで踏めるな。ちょできるだけ溶かしてくれ、今の間に溶かしてくれ。熱い熱い熱い。しかも俺エレジェイ咲いてるから、エレジェイ咲いてるじゃん、プリンス咲いてるから、あいつさこのエレジェイ止まんないんだよ普通はね。メガゴでもね処理できないし、いやあるなこれ、勝ったかもしんない。でメガナイトとか行きたいんだけど、これはね、行った方がいい、これに関しては行った方がいい。まあディガーかな。
いやー、エレキ強っ。エレキでエリジェに止まるってどういうこと？さあ、このメガネさては、大ピンチ説も、まあないこともないが、一旦馬場が相手の低めですね。今高め見てたら、なんかダクプリのなんか受けてた気がする。いてぇ、もう一個ぐらい高くてよかったのかよ。いてぇ、最悪だ、すべて失っちもうた。やってくれよ。ババクは全然ババうまいやんっていう。さあ、まあ、空2枚冴えたけどみたいなとこあるよな。死んでいっていいな、でもこれ。相手、圧着いプリンスのサイクルなんで。この物量で。物量でいけるぞ。いや、いけるいける、全然全然。さあ、なんなら、三子展開の、いやー、これ、マスケが生きればいいな。プリンスの勝つ抜けていいから。マスケ生きてくれ。よしよしよし。で、ゴレーとエリジェちょっと悩んだけどな。これやばいな。やばいな。いじめられてる俺もしかして。いじめられてんだかこれ。エレキで指導させてこんな。ふざけんなよ、マジで。はい、絶対無理でしたね。まあ、限界か？これ勝てんのか？重すぎて。いや、でも LJ ばっか入るな。LJ これ右に出してたらワンチャンあったのかな。いや、どうなんだろうな。いや、なんかもうわかんないよね。これに関してはもうわかんねえよ。うん。いや、というわけでね。限界4勝でしたね。ちょっと皆さんこれやってみてください。何勝いけんのか。きついわ。さすがにこれはね、12勝するとか無理っすわね。いや、わかんない。100回ぐらいあれば1回ぐらいいけるかもしれないけどね。さすがに気づかったです。はい。というわけで今日はね、めっちゃ重力平均 7.5 やったんですけど、ちょっとまたね、こういうなんかすごいね、超高回転、もう世界最小エリクサーとかもね、はい、できたらやってみたいと思うので、なんかぜひね、こういうのやってほしいとかあればコメントとかもね、お願いします。というわけでチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。またね。